はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルジです。では今回は栄冠9脳筋縛りプレイ続けていきましょう。休息とね、筋力の練習のみ、パワーアップのみで、甲子園をね優勝していくというプレイになります。で、パワーが100にカンストしてしまっている人はもうお任せ、好きな練習をしてくださいという設定ですね。それ以外は全員休息、パワー、完全なる脳筋プレイで甲子園を取りに行きましょう。では早速今回は甲子園からですね、試合をやっていきます。ではスターティングラインナップご紹介していきましょう。甲子園の、事実上2回戦目になります。1回戦目は、試合なく勝ち上がりになります。1番大越くん、パワーです。2番平川くん、パワーです。3番吾妻くん、パワーです。4番深井くん、パワーです。5番長川くん、パワーです。6番藤枝くん、パワーです。ちなみにキャッチャー A でもあります。高澤くん、パワーもうすぐです。8番藤本くん、パワーです。で、今回の張り切りボーイはですね、8番の藤本くんにしてあります。先生プロですね。先発ピッチャーは芦田くんです。球速165キロ。これで甲子園突破。2回戦目突破を目指していきます。ではまず甲子園のね、初戦、群馬県、これは安中なのか安中なのか、いずれにしても総合戦力 A というね、強豪校の中の強豪校ですね。ここにどう勝っていくかというところになります。まず1点ビハインドですね。追いつくところからというところなんですけど、得点はね、もちろんホームランを狙っていかなきゃいけない、そういう脳筋チームなので、ホームランを思いっきし狙っていきましょう。さあ、ワンアウトランナー2塁1塁という場面で2点ビハインド、バッターボックスは9番の芦田君なんですが、ここも魔物を使いましょう。2点ビハインドで、なかなかこのあとね、得点のチャンスが来るかどうかわからないという場面なので、魔物を使っていきます。ポロってくれよ。よし、オールセーフですね。そして1番に帰ってきます。ここはもう総力戦でね、いきましょう。転がす方がね、いい、ベターだとは思います。なかなかね、おっと、ポロってくれた。よし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 、これが魔物ですね。魔物、脳筋プレーで魔物を使うなんて邪道だろうというね、お叱りもちろんあると思うんですけど、勝たないと意味がないので、ここはね、もう徹底的にいきましょう。魔物を使って守備よく逆転に成功した6回の表、ノーアウトランナー3塁1塁のピッチですね。ここは点をね取られずに3点リードのまま、終盤に持ち込みたいところで、ここはよし、うまいプレーだ。これでワンアウトになります。ここを0点でいけばね、チーム戦力 A とはいえ、3点っていうのが大きくのしかかってくるはずなんですけどね、なかなかそうはいかないな。この岩村って天聖プロの岩村かな、確認しましょうか、気になるので。普通の岩村だ。ただ能力は高い。9番バッターでここですからね、能力値が。それはね、総合戦力 A というだけのことはありますね。1点犠牲フライです。ここは2点のリードを守っていきましょう。はい、これで3アウトです。では9回の表ですね。2点リードのままここまでこぎつけました。ピッチャーは3年生167キロを持つ渋沢君に書いてます。マックス167キロ、高校生でマックス167キロってそうそう投げられるものではないですし、プロでも167キロなんて出せるピッチャーいないですよね。今日本の、NPB、 いわゆるプロ野球のマックスが167だったと思うんですけど、間違ってたらね、ごめんなさい、訂正をお願いします。いずれにしてもそれくらいの球速を誇るこの渋沢君、渋沢君に限らずこの二次高校に所属している投手はみんな160キロを超えますからね、最終的には。まさに本格派のピッチャーが育っているというところで、まずは魔物を使っている時点でどうなんだというのはありますが、総合戦力 A、 これを撃破しました。でも2回戦目ですね、和歌山のこれは伊都高校で合ってるのかな、総合戦力 B ですね。さっきの総合戦力 A の高校に比べると、やっぱり1段も2力も下がるかなとは思うんですけどね、さっきの戦いは魔物で勝ったようなものなので、ここはね、引き締めていきます。今日の張り切りボーイはね、藤枝君ですね。もちろんパワーです。そしてキャッチャーが A なんで、もうこれ本当に甲子園を制覇するまさに絶好のチャンスというふうに思ってます。で、芦田君が魔物を発動、ここは転がしていく。ツーアウトっていうのがね、気になりますけどね、ここはよし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 、魔物ですね。ちょっとね、これ2試合連続魔物を使ってる時点で興ざめされてしまうかもしれないですけど、ここは勝ちに行きましょう。脳筋魔物プレー、うわ三振かー、魔物三振プレーだな。さあ、2点取ってくれましたね。特に魔物とか使わずに普通に取ってくれたこの2点。これを守りきりましょう。芦田君がちょっと能力的に下がってくる、80球を超えているので、伝令を連続で送りましょう。調子を上げて体力も戻す。これでアウトカウントを1つ取りましたね。そして富樫君。富樫君といえばどうなるか、ハンター×ハンターがね、全然、コミックは出てないですけど、連載もスタートしてないですよね。再開かなしてないですよね、きっとね。今、集めている漫画はもう、ワンピースとハンター×ハンターだけ。ワンピースを集めているといっても、Kindle で買って読んでないんですよね。もう、買ってるだけですね。で、ハンター×ハンターに関しては集めてるとは言ってみたものの、もう事実上出ていないので、しばらくの間言ってみれば今読んでる漫画はないっていう状態ですかね。渋沢君にじゃあ球速をさらに上げてもらって、よし、ナイスキャッチ。球速さらにアップになってましたけど、熱血を発動したことによって167キロからさらに、そして弾丸、直球の速さもありますけど、キャッチャーの藤枝君は肩 A ですからね、このね、古田をも超える逸材である、この藤枝君がいる間にですね、甲子園優勝したいなと思ってるんですけどね。ちなみにサード平川君もいいプレーでしたね。今アウトにはできませんでしたけど、これはバカ野郎、変な声が出ちゃいましたけど、伝令出しましょう。守備に気合を入れて、総合戦力 B っていう時点で我々よりも力は上ですからね。これは本当に予断を許さない状況ですね。ワンアウトランナー三塁一塁、こっからの逆転負けは嫌だな。9回の表、ワンアウトランナー三塁一塁、渋沢君がこれは空振り三振。そして菅井君のところで代打を出してきませんでしたね。代打を出してきてもいいかなっていう場面だと思うんですが、ここで平川君がさばいて2回戦目突破です。魔物を使ったけど魔物の点はなかったですね。吾妻君のツーランホームランちゃんと言えなかったですね。ツーランホームラン。吾妻君はパワー100、カンストプレイヤーです。で、吾妻が広角打法か、頼もしいな。で、今のところですね、スターティングラインナップ、いわゆるレギュラーで、パワー S に到達していないのが高澤君だけなんですけど、その高澤君もパワーが89に上がったので、あと1個で、マックスになりますね。そして名門。名門農金高校になりましたね。では、3回戦目、進めていきます。さあ、では甲子園準々決勝になります。相手の戦力から確認していきましょう。総合戦力 A か。強いよな。茨城県代表。魔物が使えますけど、ここはまだ初回なんで、魔物は使わずにホームラン狙いでいきましょう。今回の張り切りボーイは2番、平川君ですね。もちろんパワーは S です。ここはアウトになってますね。1対1と点を取り合って3回の表。ワンアウトランナーなし。この場面で平川。ホームランがね、この広い甲子園でも打てる、そういうチームになっているとは思うんで、点をね、しっかり取ってもらいたいなと思うんですけど、ここまで爆発をしてないんですよね、どの戦いも。5回の裏、2対1と1点リードの場面ですが、ツーアウトながらランナーが3塁1塁のピンチですね。ここは、まずは励ましをして、調子も上げときましょうか。2個もここで使っちゃうのはもったいない気もしますけど、点を取られたくない場面なんで使っちゃいます。これは抜けていく。レフト前タイムリーを浴びて2対2の同点。まだ魔物を残している余裕があるとはいえ、何があるかわからないので、リードはね、取られたくないんですよね。7回の表、5対2と3点リードしてくれているんですが、ここは確実に勝ちたいので魔物を使って、点をね、取りに行っておきたいと思います。はい、8回の裏、6対3、3点リードしているんですが、ワンアウト満塁のピンチですね。もう伝令は全部使い切っているので、芦田君にかけるしかない。ここはゲッツー取れるか。よし、ゲッツー。ピンチをね、1点でしのいでくれました。これで、9回の表の攻撃に移ります。もう1点、2点ね、セーフティーのために欲しいなーっていうところなんですけど、バテてるぞ。バテてるこのチャンス、逃せない。出ましょう。うわ、空振り三振。ピッチャーが両角君に変わっちゃったな。いや、甲子園に来てからね、打撃陣がちょっと不振なんですよね。魔物でしか点が取れていないという状況なので、これはあまりよろしくないですね。ピッチャー藤沢君に変えます。先発芦田君はもう120キロ以上、120球以上投げてるので、ここで渋沢君に変える。ジャンプ1番藤本、いいプレーだ。今の抜けてたら間違いなくツーベースっていうね、そういう当たりだったんで、あれをジャンプ1番藤本君がね、抑えてくれましたね。これでツーアウト。準々決勝突破まであと打者1人。最後はサードゴロにさばきましたね。これで準々決勝突破です。では準決勝ですね、三重県代表総合戦力 A。 ここまで来ると総合戦力も強いし、各バッターも警戒すべきバッターが揃ってますね、ずらっと。あと我々のチームなんですけど、この甲子園に来てから少し打撃がね、微妙かな、打撃陣が微妙だなっていうのが続いてるので、点がね、取れてないんですよね。1点今回は取ってくれてますけど、1点でどうにかなる投手陣ではないので、2点、3点、できれば5点ぐらいのね、リードを取っておきたいんですが、ここもあっさりアウトカウントで、相手にプレゼントしてるっていう形です。さあ7番の高澤君なんですけど、チームの中で唯一スターティングラインナップでパワーが S になってなかったんですが、ようやくパワー S に到達しました。これで全員パワー S っていうね、そういうチームになっています。盗塁効くなら盗塁、アウトだな。さあこういうね、ミスのあとピンチがやってくるので、ここは守備もそして芦田君も気合をね、注入しておきます。これはゲッツー取れるぞ。ちょっと二塁の藤本がセカンドに投げる送球がね、乱れましたね。ただ、はっきり言って守備は全く鍛えてないんで、そういうことが起きたとしても何ら攻められないですね。まあ、結果的にね、ゲッツーを取ってピンチをしのぎましたが、ここはツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁のピンチ、9回の表ピンチがやってきた。ここを抑えられるかどうかで、まあ、甲子園のね、優勝が手に届くかどうかというのが決まってくるかなと思う。おっと、藤本、ちょっと悪いプレーが出ちゃってるかな。ここはまあ1点はしょうがない。ゲッツーを取って9回の裏の攻撃にかけましょう。109球、ここは志田君に投げてもらおう。この後ね、延長戦に入りますしね。これは丁寧に藤本、よし。まあ藤本、今日ねミスが目立ってますからね。お、そしてすいません、魔物を使わせてください。これでノーアウトランナー二塁ですね。これでサヨナラですね。本当に、まあ、ある意味でお見苦しい勝ち方になってしまいましたが、準決勝を突破し決勝に駒を進めます。では甲子園の決勝です。青森代表総合戦力 A、まあ、ホームランをめちゃくちゃ打ってるとかね、打率4割超えてるとかっていう選手は見当たらないんですけども、まあ、全体的なバランスが多分すごくいいんでしょうね。で早速ね、1点ビハインドという場面です。今回の張り切るボーイは2年生1番の大越君。ここは空振り三振。大越君がね出てくれて、そこからつないで、さらにホームランで大量得点というね、得点パターンを狙っていきたいところですが、ここまで魔物に頼り切った戦い方をしてきているので、魔物が出ないと厳しいよな。ノーアウト満塁。これで、6番の藤枝君という場面ですね。藤枝君もね、この甲子園に来てから当たりがね止まってるんですけど、ここは2点タイムリーになる。同点タイムリーヒット。ようやく魔物じゃないいい、点の取り方お見せできたのかなというところですね。7番の高澤君、ここはポテポテの当たりだけどゲッツーは免れる。よし。そしたらですね、藤本君のところでスクイズは使わない。もうね、以前スクイズを使ってこれが脳筋プレーなのかというね、そういう部分もあったので、今回は普通になるかな、勝負をしていきましょう。ただし魔物が使います。当ててくれよ芦田君は。よし、当ててさえくれれば。ここは一塁はアウト。魔物で点が取れない。さあワンアウトランナーが三塁一塁とチャンスを広げて、芦田君の場面ですね。ここは犠牲フライも狙えないし、普通にセンター返していきましょうか。まあ、スクイズしても芦田君だと失敗しそうな感じがするので、ここは打っていきましょう。最後は空振り三振で1番の大越君ですね。点は取ってくれていて1点リードなんですが、1点だと心もとない部分はあるので、2点3点とね点差を広げておきたい場面ですが、ここはスリーアウト。残念ですけど、ここで逆転されてますね。特に何かをしたわけではなく、コンピューターが逆転されているという状況です。まあ、2点差なので、ここは2点差のまましのいで、7、8、9と3回まだ攻撃残ってるので、その3回の攻撃の中で、点をね取って同点、逆転としていければいいかなと思います。長妻君のところで送りバント転がせ、流し打ちだな。まあ、1点差であればね、ここで、まあ、1つはスクイズのために送りバントという手もあったかなとは思うんですけどね。これはショートへのイージーなフライ。長川君、ここで点欲しかったけど、長川君の同点ツーランホームラン。これがね、脳筋プレーに求めているところだったんですよね。ピッチャーは変えます。渋沢君に変えていきましょう。芦田君はね、ここまでよく投げてくれたので、残りは渋沢君に託しましょう。さあ、あと9回の守備と9回の裏、この2つですね。松岡君は伸びへ球速165キロ、シンカーとスローカーブの変化量が44ですね。コントロール、スタミナは微妙ですが、それでも威圧感持ち、3年生。決して打たれるピッチャーではない。三振もね、今取りましたけど、伸び A で球速も160あって変化量も8あるので、三振も取れるし、スタミナこそないものの、このままね、いってくれればいいなというところですかね。ただ長くは投げられないと思うので、できればこの9回の裏サヨナラで劇的に甲子園を決めてほしいかな。バッツアウト三塁一塁のピンチ。ここは伝令を送りましょう。どうする？励ますはいらないな。盛り上げるか、豊川君に、しっかりね、助言を託しましょう。抑えてくれよ。よし。これを取ってスリーアウト。その裏の攻撃に全てをかけます。1番、大越君から。まずは出てほしい。この早川君ってどういうピッチャーなんだろう。相手のピッチャー、早川君ですね。球速151キロ。高校生としては十分ですね。コントロール C、スタミナ A、ジャイロボール。変化量も、そこそこあるものが3球種ですね。まずはデッドボール。送りバントをしてランナーを進めるとかっていうよりかは、ヒットでつないでほしいかな。よし。ナイスバッティング。そして3番、吾妻君。ここで送りバントだろう。これは切れていく。もう1回送りバント。これはきれいに送りバント決まりましたね。さあ、ここでスクイズを決めるか。初球スクイズ。よし思わずなんか普通によしって言っちゃいましたけど、これがね、脳筋野球ですよ。脳筋野球。お叱りの声は動画のコメント欄もしくはツイッターの方でお願いします。はい。というわけで、夏の甲子園大会初の全国制覇。平川君にソロホームラン、長川君は同点のツーランホームラン打ってくれましたね。では、目標だったね、全国制覇成し遂げましたが、本当に今、栄冠ナインが面白いので、もう何年かちょっと栄冠ナインはね、やらせていただきたいなと思ってます。脳筋プレー、脳筋縛りでね、もう何年かプレーをさせていただきたいと思いますので、皆さんで、ね、応援できれば引き続きよろしくお願いいたします。というところで、今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。